ビデオカメラのデータ復旧を行いました。埼玉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HF-M41。内蔵メモリのデータを誤ってすべて消してしまった。その後は撮影していないという状況です。データ復旧処理を行い、7時間33分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。